こんにちは、速稼塾の久保です。借金ってのはね、結構怖いものなんですけども、借金が一番怖かったのは200万から300万ぐらいの間だったかなと思いますね。割とね、リアリティがあったんですよね。で、督促状も届きますしね。で、借金が怖くないなって感じたのは、私が麻雀店を経営している、そうですね、30代の後半ぐらいだったですかね。というのも、私のやっている麻雀店の親会社といいますかね、関連会社に、株式会社サブローとかね、ネオとかね、そんなところがあったんですよ。なんていうのか本当正確には分かんないんですけども、適当な会社があったんですけども、その会社の会長が山口会長っていうんですけどもね、で私の唯一の上司ですよ、その時が。で、私の店に来るたんびに金ねえかとか言うんで10万20万30万とあげたもんですけども、まあうちの店がね赤字になったのはそれも原因の一つなんですよ。で、この山口会長なんですけども、借金の総額がね20億あるんですよ。20億あるのに、また新しい事業をするために銀行にお金を借りてるというね、もうとんでもない人なんですけども、いや、この方がね、借金で自殺することはないって、いつも言ってました。借金がいくらあろうと誰も困らんということなんですよ。そのうち返せばいいんじゃろみたいなね、金がないんだから返せない、それだけじゃんみたいなね、みたいなんですよ。で、おおらかな方で、20億借金があるのに、まあね、財布の中はいつも1000円2000円しかなかったんですけども、上手に人に頼りながら生きている60代半ばの、そういった人物だったんですよね。今でも岡山に住んでると思いますけども。で、私もね、なんかね、迷惑なんだけどどことなく憎めない人なんですよ。それでこの人なんかもうことを起こすかもしれないなと、またね、一発大勝負行って成功するかもしれないなっていうふうに思わせるような、そんな明るさと前向きさがある方なんですよね。まあ、失敗ばかりであるんですけどね、水耕栽培やってみたりとか、唐揚げ やってみたりとか、いろいろあるんですけど、うまくいかなくって、まあまあなんとかやってるって感じなんですけども、それでもね、やっぱりすごいのは、この10年ぐらいでね、9億円ぐらい返済してるんですよ20億のうち。すごいでしょ、これは。20億借金がある中で9億円返済してるんですよ。でも相変わらず11億の借金があるんで、借金1000万とか2000万持たれてるから、市長から見るとね、相変わらずすげえ借金があるなと。はっきり言ってね、20億の借金も11億の借金も変わらないですよ。変わらない、重さは。だって借金は借金ですからね。それが1000円であろうと10億円であろうと、人から借りたお金で命がつながっているとは間違いないんですよ。でもね、やっぱりね、お金を借りた側の理屈としては、借りてるからこそ貸してる方の商売もうまくいくってのもまさにその通りなんですよね。だからね、堂々と生きてればいいってことなんですよ。ただやっぱり自分が死んでしまったり返済不能になってしまうと、貸した人に迷惑がかかるから、だから借金がある限りいつもね、前向きに新しいチャレンジをしていくんだと。で、新しいチャレンジをして失敗したらどうするんだってことも聞くんですよ。例えば500万融資してもらって新しい店やりました、うまくいかなくなったら500万が借金にプラスオンされるんですよと。そしたら、今更関係あるかいと。1億2億10億20億ある借金の中で500万1000万増えたからって誰も困らんみたいなねまあそういうレベルになってくるんですよね。確かにね、借金200万300万の頃の私は、1万円増える借金がものすごく苦痛で、5万円減る借金がね、借金の額っていうのがものすごく希望だったんですけども、考えてみればそうですよね。その世の中には億っていう負債を背負った方がもう腐るほどいる中で、そんなね、200万300万の借金で悩むことはないなと。もちろん借りた人の都合もあるんで、貸してくれた人の都合もあるんで、返済をしなければならないんですけどね、少しずつでも。まあ、だけども、まあそういうふうな、貸して借りてなんとかやりくりしてるのがこの世の中なのかなとか思ったりね。それ以来借金は怖くなりくなりました。怖くなくなったんで3000万以上の借金ができちゃったんですけどね。まあでも今でもそれをすっかり返せてね。借金3000万っていうと住宅ローンみたいな金額なんで、多分一生かけて返すような金額だって常識的な多くの人は思うと思うんですよ。ただやっぱりビジネスをやってるとね、1000万とか2000万のお金の出し入れって本当に日常茶飯事なんで、だんだんね、億っていう金額が、すごい金額なんですけども、軽く思えてきちゃうのは確かなんですよ。で、実際私がね、40歳になってネットビジネス始めて3年間で1億円ぐらいの1億円以上のね、お金を稼いだ時って、あ、これが答えなんだと思いましたよね。借金200万300万の時に人生を諦めてしまったら、ここにはたどり着いてないなと。だから借金が1000万あるんだったら、1億円10億円稼ぐ前の1000万の借金だというふうに、ね、思えるぐらいタフじゃないといけないかなと思いましたね。
あとはね、1000万円私を自分を信頼してくれた人がいるんだっていう事実にも気づかないといけないかなと思うんですよ。信頼されてなかったらそもそも借金できてないんですよ。で、商売の才能があるのかどうかってことは、唯一測れる手段が金を稼げるのかイコール金が借りれるのかってことだと思うんですよ。お金を借りるのと何か商品を買ってお金をいただくのと基本的には一緒なんですよ、キャッシュフロー的には。だからね、借りれるってことは、1000万借りれるってことは1000万の売り上げを上げるポテンシャルがあるというふうに、社会的に客観的には見えるんだろうなというふうに切り替えてますね、今はね。なかなかね、面白いですね、いろいろと考えが広がってきて。ということでね、今回はね、20億円借金がある山口会長に学んだ金を借りても返せばいいというね、どういうタイトルつければいいのか迷うんですけども、まあお金に関することでいいですかね。借金か、借金なんて怖くないにしときましょうか。じゃあ今回はそんな感じでタイトルが決まりましたんで、以上です。それでは。